5、4、3、2、1、GO! はい、皆さんこんばんは、プチプチです。今回もですね、かくれんぼ実況者の人とやっていくんですけど、今回のゲストはもう神様って呼ばれてるんですよ。パンツの、はいはい、ご紹介します。テレペガさんです。いや、どうもこんにちは、ペガちゃんと申します。よろしくお願いします。お願いします。いや、師匠、はい、師匠、今日はどんなパンツを盗みに行くんですか？今日はですね、そうですね、桃色パンツ。あ、桃色パンツいきますか。はい、そうですね。じゃ、桃色パンツを巡ってかくれんぼやりましょう。やりましょう。じゃあ、もし、じゃあ僕がテレペガさんに見つかったら、うん、商品として桃色パンツと告知枠があるんで、はい、失礼いたしました。あつ森と出てしまいました。じゃあ最初僕が鬼やりますね。あ、鬼やりますか。よし、じゃあいきましょう。いかよろしく。さあ、やっていきましょう。最初僕が鬼やるので、残り3分になったらテレペガさんを見つけに行っちゃいたいと思います。おいっす、おいっす。さあ、テレペガさん、あれですよ、近くに僕が来た瞬間に、はい、あーやばいとか、おーセーフとか言うと、ね、スカイプなんで全部聞こえちゃいますよ。あー、そっかそっか。行ったらまずいですよね。行ったらです。もう心を無にして。そうですよ、心を無にして。そうですね、もう頭からパンツかぶってる状態を演出しなきゃいけないですよ、うん、スペシャル溜まってるとなんかかぶってるような感じやっぱりね、意表をつきたい。意表？意表をつきたいですね。意表ってリアクションする人たまにいません？ いますかね、意表。いないですね、意表は。打表、それはいないっす。8、なんか7、いや、6、5、4、3、2、1、GO! さあ、行きますよ。あ、危ねえ。これひでえや。危ないってことは、これひでえや。危ないっていうことは多分壁かな。そしてカチャカチャ音がするってことは多分壁かな。なんかスカイプ越しにカチャカチャ落としますよ。どこだ、壁はどこだ。落としなくなった。落ちたな、どこかに。いや、バレないようにもうバレないようにダメですね。心だけじゃなくて音も無にしない。そうそう、音も無にしないと。あんま塗ってねえからバレそうだね全然塗ってないっすね、これ。全然塗ってないですよね。塗れなかったっす、そもそも。いねえな。テーベガさん、どこら辺にいますか？まあそうですね、プチさんの反対の方にいますね。あ、え、マジっすか。それ本当かな、それ。はい、マジっすね。いや、本当かな、それは。なんか怪しいな、怪しいな。僕の判定ってことは、チップチップっていうところにいるんすか？チップチップ、そうですね、チップチップですね。あー、なるほど、チップチップ山脈か。まあでも、テレペガさんのことだからあれかな、多分スタート地点の僕の近くにいるみたいな、うん、いや、それはないっすね。それはやっぱり距離を、ちょっと待って、やばい、なんか今頭の中混乱しましたね、自分。どういうことですか。いや、なんかね、いや、位置を伝えようと思ったらちょっと待って、マジいないな、これは。矢倉の近くとか。よし、もうあと1分ですね。やべえだ、そろそろウルトラマンも死ぬということで。あ、確かにピコンピコンなんか鳴り始めますね。そうですね、そうですね、うん、じゃあもう帰りますか、そろそろ。いたー、あー、やったー、イエーイ。はい、ウルトラマンさよなら。まあ、じゃあ桃色パンツ、何色じゃない、どんな匂いがいいですか？どんな色？に、匂いです、匂い。匂いですか。しょっぱい。さあ、やっていきましょう。次僕が隠れ場所。あ、同じステージだ。隠れ場所、ね、どうしよう。やっていきましょう、やっていきましょう。どこに隠れようかな。まあ、とりあえずね、塗るのが大切なんで、あえて塗らないでいきます。塗らないで、めっちゃめっちゃ塗らないで、もうポンって隠れます、適当に。ポンって、なるほど。ポンって塗らない感じ。塗らない感じですね。パンツも、まあ、濡れないか、何言わせとんねん。何言わせてくれとんねん。いや、俺何も言わせてないですよ、今俺。何も言わせてないですよ。
いや、そのパンツ濡らせるっていうのは、まあ、どういう意図があるんですか。え、洗濯物、洗濯物、ああ、そっちですか。あ、どっちだと思ったんですか。いや、あの、しその言葉俺この間知ったんですよ。いや、マジっすか。あ、誰だっけ言ったの。なんか僕の友達がなんかそんなこと言ってて、何それってなって。しっきね。いや、何悩んでるんすか。何悩んでるんすか。やべ、塗ってばっかりで俺隠れてなかったの。さあ、どこにいるんでしょうか。どこにいます？地面にいます。地面ですか。はい、なるほど。地面、高台とかにいたりとか。高台ってどういうことですか。あ、木の箱みたいな。はい、レッツゴー、レッツゴー、ピースタート。さあ、見つかるかな。どこにいるのかな。めっちゃ塗ってるやんお前。え、塗らないって何だったんですかね。いや、僕は心の中だけは塗ってませんでした。でもなんか知んないけど、手が勝手に、うん、心の中、心の中、いつもいつも笑顔。やべ、来た、やべ、来た、やべ、危ない。やべ、危ねー。絶対嘘だ、今の。しらじらしい。てめえさん、いい帽子かぶってますね。いい帽子かぶってますか、俺。帽子かぶってるのかな。パンツかぶってます。あ、パンツかぶってます。あ、それ、あれはパンツか。新型のパンツですか。そうっすよ。あー、なるほど。じゃあ、今日は僕を見つけて、新しい桃色のパンツをかぶってください。かぶります。大丈夫かな、これ。あ、アカウント消されないよね、これ。大丈夫です、こんなこと消されないです。俺、エロ画像サムネにしてるけど、大丈夫です、俺は。それは大丈夫です、保証します。さすが男の鏡ですね、もう。そうっすよ。おかしいな。あれ、もう1分切りますよ。残り時間。残り時間1分ですね。着々と桃色パンツが遠ざかっていってますよ。そうっすね。おかしいっすね。もう被るどころが、履くことすらできないかもしれませんよ、これ。いやー、もう、おかしいっすね。これは、許されない。そうですよ、なんか最近ブチブチさん女性ファンばっか捕まえてさ。いや、本当にせこいっすね。バレました。いや、バレました。なんか最近おかしいっすよ、女性ファン多すぎて。多すぎてっすよ、なんか羨ましいっすよ。え、テレビがさ、いないですか。ツイッターとかでさ。ねえ。嫉妬してる。今日その恨み話に来たんですけど。あ、恨み話に来たんすか。おかしそうなんすよ、おかしいっすね。あれどこだ。あれ俺ちょっと目立つように動いてるんですけど、全然見えません。いや、見えない。あれ。どこだ。え、どここれ。はい、残念、桃色パンツは手に入らなず。あ、代わりに僕のパンツあげましょうか。臭そう。ひどいこと言うな。あ、どこっすか。ここっす。そこが。近いとこありましたよね、一回。近いとこありましたよね。一回ここ通ってきて、やばいって思ったけど気づかなかったっていう。あー、なるほど。セーフ。ここっすか。あ、ここか。この真ん中にいました、ね。うまいな。ここのちょうど真ん中っすね。うまいな。多分これ多分あれだ。うん、これ多分ここサムネにして。あー、絶対にバレないみたいな。絶対にバレないみたいな。絶対バレないみたいな。もう絶対バレるのかどうか分からないけど、絶対バレないみたいな。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。テレビ川さん、今日どうでしたか、かくれんぼ。今日はね、ちょっと女性視聴者が最近増えてきて、その調子乗ってるプリンスさんにちょっと一括しようかなと殴り込んだわけですけども、帰るうちになったんで、悔しいです。まあね、はい、パンツも被ることができず。そうなんですよ、多分ね、こうプチプチさんの可愛い、失礼いたしました、あつ森と出てしまいました。多分ね、こうプチプチさんの可愛い視聴者の人からはなんだこいつって思ってると思うんですけど。はい、まあよかったらね、はい、もうお願いします。コミショーか。なんかすごい、なんか伝わってくる、なんか。そうなんですよ、そうなんですよ、本当にこういうところはやばいんで、よろしくお願いします。お願いします。ところでね、テレビ川さんの URL は概要欄の方とコメント欄の方に貼ってあるんで、ぜひね、
皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。はい、はい、男臭いんですけどよろしくお願いしますということでまた次回かくれんぼをやっていこうと思います。もしこの動画面白いなと思ってくれたらチャンネル登録高評価ボタンの方よろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。一回よろしく、バイ。